初めまして坪谷です私はもともとエンジニアでしたが25歳の時に疲弊した現場の状況に問題意識を持ち人事に転身しましたその時に人事の基礎知識を学ぼうとしたのですがその領域の広さ複雑さに驚き混乱しました当時の私のような学びたいけれどどうすればよいか分からないという方に向けて執筆や講演を行っています私は研究者ではなく実践者です 人事担当者・人事マネージャーとして10年間企業の人事実務を経験しましたそして人事コンサルタント・人事顧問・人事アドバイザーとして10年間50社以上の人事制度を構築し組織開発を支援してきました20年間以上実践してきた実際に使える人事の知識をお届けしたいと考えています人事とは何でしょうか人事とは人を生かしてことをなすことだと私は考えています 人を犠牲にしてでもことを成すは人事ではありませんそれは搾取です人は元気に生きているがことがなされないも人事ではありませんそれはぬるま湯です一人一人の力が従前に発揮され組織の目的が成し遂げられる状態つまり人とことを同時に実現することが人事だと私は考えています今回のテーマは人材マネジメントです 人事について学ぶために今回はその最も基礎にあたる人材マネジメントについてお伝えします。20年前人事になったばかりの私は何をどこから学べばよいか分かりませんでした。専門書は難しすぎて理解できませんでしたし各社の事例は読みやすいのですが部分的で自社には使えないように思いました。必要なのは人事を考えるための地図だと考えました。 人事の領域をを網羅的的構造的に捉える体系図を作りました人事コンサルタントとしての実践の中で必要な知識を学びながら仲間たちと磨いて作成したので5年間かかりました2020年にはこの内容を図解人材マネジメント入門として出版させていただきました当初は10のチャプター10の章からできています本日はチャプター1人材マネジメントについてお話したいと思います 一つのシャプター、一つの章は十個のツボ、ツボというのはポイントのことですね。十個のツボからできています。今日は初めの四ツボをお伝えしたいと思います。まずツボの一つ目です。マネジメントとは何でしょうか。マネジメントとは組織が成果を出すために何とかすることです。マネジメントトゥドゥというのは何とか何々するということになります。 ここで気をつけていただきたいのは日本語の管理とマネジメントは違うものだということです日本語の管理は何かの基準から外れないように統制することを指しますしかしマネジメントは基準は関係なく組織が成果を出すためにあらゆることをして何とかすることを指すこの2つがよく混同されるのですが別物だと捉えていただけるといいかと思いますツボの2つ目ですマネジメントとは何とかすることでしたが 人材マネジメントってそもそも何でしょうか人材マネジメントはアメリカで発祥した人に投資するマネジメント手法ですヒューマンリソースマネジメントの日本語訳になります1950年代のアメリカは日米貿易摩擦で非常に苦戦をしていまして当時のパーソネルマネジメントと呼ばれるローム管理の限界を感じていましたそこでヒューマンリソースマネジメント人材マネジメントが生まれたわけですその2つの大きな違いは 人をコストとして捉えるのかで管理をするのかから人を投資する対象として才能に投資していくマネジメント手法なのかという違いになります3つ目の壺です人材マネジメントの歴史はどんな形だったでしょうか人材マネジメントは100年前工場の効率化を調べる実験をきっかけに始まりました もともと当時のアメリカでは科学的管理手法という統制型の管理が行われていたんですけれども、えー、アメリカのですねホーソン実験という工場でこんな実験が行われました。初めはは、ね、照明の明ののるさ明るさによって作業効率はどれぐらい変わるのかという実験をしていたんですが照明をどんどん明るくするとですね作業効率が上がるという前提で実験を始めましたが、えー、実はですね明るくしても 作業効率は上上がががるが暗くししても作業効率は上がり続けましたで他の職場の環境をいろいろ変えたりですね壁紙の色を変えるとかですねいろんな条件を変えて実験を進めていくんですが実はその環境要因とは全く関係なく作業効率が上がり続けたんですね。でそこからこういうい仮説が導き出されます作業効率は作業環境ではなく人間関係や目標意識に左右されるんじゃないか。 という仮説が立てられましたここから人材マネジメントが始まったと言われています4つ目の壺です人材マネジメントの目的は何でしょうか人材マネジメントの目的をアメリカではミシガン大学のウルリッチという教授が戦略を達成する生産性の高い組織の仕組みを築く従業員のコミットメントとコンピテンシーを向上させる組織の変革を実現すると言いました 日本では学習院大学の森島先生が今ですね表に出ているような図の通り経営かける長期経営かける短期人かける短期人かける長期の4つの領域でパフォーマンスを上げていくことだと示しましたつまりどちらの方もですね人を生かし短期長期の組織パフォーマンスを上げることが人材マネジメントの目的だと説いています これはですね先ほどお伝えしました人事ですね人を生かしてことを成す人とことの同時実現ということをアメリカでも日本でも言われているということになりますはい、以上ですねチャプター1の壺4までをお伝えしました残りこのチャプターではですね壺5から10までマネージャーはどのような役割を果たすべきか人材マネジメントは何によって構成されるかなどをお伝えしております そしてチャプター2以降は人事評価や報酬など具体的な機能について扱っていますチャプターごとに4社の実例サイボウズリクルート赤月トヨタそれぞれ個性のある4社の実例を置いています人事とは人を生かして事をなす人を生かして事をなそうとするすべての方へお届けしますまずはあなた自身を生かすところから始まります私のお伝えしたいことは以上ですこの動画が ためになったと思った方は高評価チャンネル登録をお願いいたします今回のテーマはマネージャーが知っておきたい人事評価です私がマネージャーになったばかりの時最も苦労した仕事も人事評価でした私が間違えるとメンバーにとって不利益なことになるのではないかととても緊張しましたし厳しい評価を伝えたメンバーに泣き出されてしまうなんていうこともありただでさえ業務が精一杯だったので前向きに取り組むことが難しいと感じていました 必要なのは正しい人事知識です人事評価によってメンバーが生き生きと働き成長することであなたのチームが強くなること大変ですが実った時はとてもやりがいを感じる仕事です人事とは人を生かしてことを成すと書きます人事部署だけが人事ではありませんマネージャーのあなたも人事ですメンバーを生かして業務成果を出すために人事評価に関する正しい知識を身につけていきましょう 図解人材マネジメント入門から人事評価のツボポイントをお伝えしていきます人事の基礎知識を100個のツボポイントで示した書籍になります人材マネジメントについて網羅的構造的に全 10, 10章全 10, 10チャプターでまとめています本日はチャプター2人事評価についてお話しいたしますツボの11なぜ不満に思われても人事評価を行わなければならないのでしょうか それは処遇による格差の根拠を明確にするためです必ず処遇には格差が生じますそれはえ企業のお財布事情にもですね、ポジションにも限界があるからです何かによって必ず格差はつきますそこの差の根拠を隠してごまかしてしまう企業よりも明確にして伝える企業の方が誠実ですやってもやらなくても同じという不平等を回避するために、えー、人事評価というのは行います そして、人事評価というのは、こちらの図で示しました通り、人材マネジメントの中心機能として、さまざまな施策に情報を与える機能となっています。壺の十二人事評価によって目指すべきものは何でしょうか。三つあります。公平感のある処遇の分配、社員の活用と育成、企業文化の醸成です。 まず公平感のある処遇の分配ですがこれは多分分かりやすいと思います評価の結果によって給料が変わるポジションが変わる等級が変わるといったことが起きるのは皆さんご存知の通りです給与をはじめとした処遇というのは先ほどお伝えした通り限界がありますそれをどうやって山分けするかその根拠となるのが人事評価ですで、ここで難しいのはですね、公平というのは勘なんですね公平勘なんです 受け取る側の主観になりますなので何をもって公平とするかというのは受け取る側が決めるというのが非常に難しいその根拠となるのが人事評価になりますそして2つ目これはですね多くの方が忘れてしまいがちになるんですけども評価というのは給与決めのためだけにやってる昇格するためだけにやってると思っているマネージャーさんも多いかもしれませんしかし実際は評価というのは社員の活用と育成のためにやっています。 一人一人がこれからどうすれば活躍できるのかこれからどうすれば成長することができるのかを一緒に検討し移動配置仕事のアサインメントを含めて必要な配置を考えるともに一緒にどうやっていけばいいか共に考えるために使うのが人事評価になります。そして3つ目これは多くの方が意識されてないことかもしれませんが評価の積み重ねが企業文化の情勢になります。評価というののはその企業によって 違います何をするのがこの企業によって正しいことなのかその評価の結果を積み重ねていくことでフィードバックを続けることでその企業の文化というのが醸成されていくことになります坪十三、人事評価に公平感をもたらすために必要なことは何でしょうか先ほど処遇の分配で公平感というのは主観だとお伝えしました公平感というのは二つあります 分配の公平感と手続きの公平感です分配の公平感とは他者と比較して分け前が適切だと思えることですこれはですね、先ほどお伝えした通り非常に難しいですなぜなら限度があるからです配れるものに限度があるので何分配が公平であると感じていただくことは限度があると思っていただいた方がいいと思いますでもう一つの公平感は手続きの公平感です こちらはですね、あのマネージャーや人事の皆さんの努力によって担保ができるところなのでぜひ行っていただきたいんですけれども評価の内容が公開されていて評価プロセスに参加できることですもう少し言うと自己評価をしっかり聞くことそしてそれを反映して評価の結果をしっかり丁寧にフィードバックすることこれが手続きの公平化になりますここの部分はマネージャーの皆さんが担保できる部分ですのでしっかりと頑張ってみてください 坪の十四、人事評価における一次評価者の役割は何でしょうか。マネージャーの方の多くがメンバーの一次評価者になっていると思います。一次評価者の役割はメンバーの成果と行動をよく見て、その価値を判断することにあります。こちらの図に示しております通り、まず一次評価者が評価の責任を負います。メンバーがこれからどう成長していくのか。 メンバーの処遇がどうなるのかを決める一番大切な情報を握っているのは一時評価者になりますつまりですね一時評価者にそこまでの責任が伴っているというのは日々の仕事を直接見ている直接の上司だからですですので2番目適切な人数の評価を行うことが非常に重要になります 三十人とか五十人のメンバーを見ていらっしゃって、五十人の人事評価をやってるよという方は、ほとんどの場合チェックリストにチェックをつけているだけで評価ができていない可能性が高いと思います。えー、適切な人数は七名までと言われています。七名までであればメンバー一人一人が今実際にどんな仕事をしていて、どんな行動をして、どんな成果を上げているのかよく見ることができると思います。そして三つ目。 上司同士一次評価者同士ですり合わせ会議を行いその主観を磨き合うことが重要です評価というのは、えー、必ず主観の要素が入りますどんなに客観的に成果を評価しようと思ってもすべてを客観することはできませんどこかで必ず一次評価者の主観が入りますつまり主観が入ることは前提とした上でその主観を磨き合うという観点が大切になりますそれを行うのが評価者同士のすり合わせ会議です 壺の二人事評価における最大のポイントは何でしょうか、はい、人事評価におけるる最大ののポイントは本人人とと評評価価者の信頼関係を構築することですこで事評価においては一次評価者マネージャーの皆さんにすべての責任が集まっているように捉えられるかもしれませんが実は一次評価者本人メンバー本人そして人事部門3者それぞれに責任があります。 一次評価者の皆さんは、メンバーの成長と成果に責任を持ち、評価感という主観を磨き続ける責任があります。そして、メンバー評価をされる本人の方は、自分の成長と成果に責任を持ち、人事評価に自ら主体的に関わって自己評価する責任があります。そして、人事部門の方々は、透明性、納得感の向上に責任を持ち、使いやすい道具、評価ツールを渡すことに責任があると考えます。 え以上チャプター2の坪11から14と20をお伝えいたしました、えー、これ以外には坪15何をどうやって評価するのか坪16目標管理 MBO とは何かなどをチャプター2ではお伝えしております今お伝えした内容は図解人材マネジメント入門になるんですが現在目標管理 MBO OKR、OK、KPI 入門という書籍を執筆中です2023年春に発売予定となります こちらにですね、マネージャーの皆さんに掴んでいただきたい目標管理の行い方も書いてありますので、こちらもぜひご参考になさってください。人事とは人と、人を生かしてことを成す。人を生かしてこそことを成そうとする全ての方へお届けします。毎日大変なマネージャーの皆さんのお役に立ちますように。私のお伝えしたいことは以上です。この動画がためになったと思ったこと方は、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回のテーマは組織開発です。 人事の現場では言葉のすれ違いによって混乱が起きています今回はその混乱が最も大きいように見える組織開発についてお伝えします二十年前人事になったばかりの私は組織開発が何を指す言葉なのかよくわかりませんでした人材マネジメントや人材開発との違いが理解できず混乱していましたそして今多くの企業の方々とお話していても全体像を捉えきれずに苦しんでいる方がい,いっぱいいらっしゃるように見えます 組織開発の地図をご用意しましまたそういった問題意識から私は複雑で捉えにくい組織開発の全体像を捉える地図を書こうと思いました2021年に図解組織開発入門とししてて出版していますその地図には組織開発をどうやってどこに向かって行うべきかが書かれています、えー、どうやって組織開発のやり方にはサーベイフィードバックなどの診断型組織開発やオフサイトミーティングなどの 対話型組織開発がありますさらに品質改善活動 QC サークルのような技術構造的働きかけや人材マネジメントによる働きかけも組織開発のやり方ですそして組織開発で最も大切なのは実践者の在り方ですどんなやり方であっても「あり方」が間違っていれば組織開発にはなりませんそしてどこに向かって近年ではティール組織学習する組織ビジョナリーカンパニーワイズカンパニーなどの 理想的な組織モデルが次々と示されていますこれらは全て同じものなのでしょうかそれとも全く別のものなのでしょうかそれぞれの主張を整理し組織開発における位置づけを明らかにしましたこちらの本は全部で10のチャプターからできています本日はチャプター1組織開発の全体像についてお話しします1つのチャプターは10個のツボ10個のポイントからできています 今日は初めの4坪をお伝えしたいと思います坪一組織とは何か組織とは組んでおりなす目的が共有され共同している集団のことですただ人が集まっているだけでは集団であって組織ではありません組織になるためには目的と共同が必要です人はそれぞれ違った目的を持っていますこの目的を組むこと 共通の目的を目指して全員で組んで一つの目的に向かうこと、これがまず必要です。次に共同です。一人ずつバラバラにやった方が効果的なのであれば、複数人が集まる必要はありません。一人で行うより効果が上がるような共同によって仕事を織りなしていくこと、この二つ、組むことと織りなすことで組織になります。ツボ2、なぜ組織開発が必要なのか。 仕組みを作っただけでは組織は良くならないからです今出ている図は人材マネジメントの体系図になりますこちらの等級報酬人事評価人材開発といった仕組み体系を作ることで組織を良くしようというアプローチをよく見ますこれは正しいことなんですけれどもこの仕組みを作っただけでは組織は実は良くなりませんこれは型を作っているんですね 肩を作るだけでは組織は良くならずそこに血を通わせることが必要です肩を作って血を通わせる合わせて形にすることが組織開発だと言えますツさん、組織開発とは何か組織開発とは組織を良くするため実践者の価値観をベースに人と人の関係性へ働きかけることですまず 組織開発の目的は組織を良くすることですこれは当然だと思います次にやり方です組織開発をやるにはこちらに示しました通り関係性への働きかけが最も重要だとされています例えばワンオンワンミーティングですとかオフサイトミーティングといった手法をよく皆さんは実施されるんじゃないでしょうかこれは人と人との関係性人と人の間にある関係性への働きかけになります そしてやり方には、関係性への働きかけだけではなく、QC サークル、品質改善活動のような技術構造的働きかけや人事、人材マネジメントによる働きかけ、人事評価や人材開発といった人材マネジメントによる働きかけもやり方の一つです。そして戦略的働きかけ、各部門の戦略を浸透していって実際に行う生成プロセスも組織開発のやり方の一つになります。 そして最も大事なのは一番下に書いてあるあり方ですどんなに正しいやり方でやったとしても実践者組織開発を行う人のあり方が間違っているとそれは組織開発にはなりません実践者が組織を良くするため、えー、一人一人が生き生きと働き中長期で組織が良くなっていく状況を作るためにどうあればいいかを考えていることそのあり方によって日々接すること自体が組織開発になります 多くの方がやり方にのみ着目してあり方の部分を見ないことで組織開発が効果的になっていないシーンをよく見かけます壺の4です組織開発の歴史はどんなものでしょうか1900年代の哲学を源流として1940年代のアメリカで始まり1950年代に日本に入ってきました これはですね、どの領域の学問でも同じなんですけれども本質的な理解をしようとするときにはその歴史を学ぶことが必要です特に組織開発は先ほどお伝えしたとおり実践者の在り方が非常に大事になってきます歴史を知ってぜひです、ね、その本質を捉えた上で組織開発を行っていただきたいと思います 他社がこういういいやり方をしている、こういうオフサイトミーティングがどうも流行っている、あ今ワールドカフェがいいらしいとかですね。こういった一つ一つの手法を真似してもほとんどの場合うまくいきません。それは思想や哲学を外してしまっているからなんです。ぜひですね、あの哲学から入ってください。1990年代のジョン・ドゥイっていう人が経験から学ぶ、経験から内省して学ぶっていうことを言ってます。そしてフッサールという人は。 今ここに注目するということを言っていますで、フロイトこれは有名ですねフロイトは無意識に着目して治療していくということを言っていますがこれらが組織開発の源流にありますぜひ根幹を学んで歴史を知ることで組織開発のあり方を深めていってください以上チャプター1のツボ4までをお伝えしました 坪5以降は組織開発の根底に流れる思想を唱えた哲学者の詳細だったり基礎になった方法と理論などをお伝えしております。チャプター2以降は具体的な特にですねチャプター5以降に学習する組織やティール組織などのどこに向かっていくかという組織モデルについても詳しく説明させていただいておりますのでぜひご覧ください。人事とは人を生かして事を成す。 人を生かしてこそうなそうとするすべての方へお届けしますまずはあなた自身を生かすところから始まります私のお伝えしたいことは以上ですこの動画がためになったと思った方は高評価チャンネル登録をお願いいたします